はいかにこの2枚目の選手にブロックできるか、うん、他選手に対してディフェンスで絶対詰めに来ないし、うん、それを見ていいふりして、うん、ブロック入った瞬間に、うん、こう押し込めば押し込むほどポストってブロックしやすいから。今回の動画はめちゃくちゃ有益な内容です。大崎電機所属のプロハンドボールプレイヤーである松浦圭介選手にオフェンスの基本である2対2の極意について教えてもらいました。松浦選手は海外でのプレー経験が豊富なので、日本ではあまり教えられていない海外仕込みの理論を聞くことができました。今回の内容を実践すればオフェンス力が爆上がりすることは間違いないと思います。15年くらい前に聞いておきたかった内容です。今回の撮影にご協力いただいた松浦選手、また場所を提供してくださった大崎電機様、本当にありがとうございました。あと申し訳ないんですが、機材の関係でちょっと音声が聞き取りにくくなっています。その代わりなるべく内容がしっかりと伝わるようにテロップを入れています。あと最後にもう一つ、松浦選手とは古くからの友人なのでタメ口で話しています。すいません、ここはご了承ください。では内容をご覧ください。まず2対2の考え方、まず2対2の考え方を、1番はポストがいかにこの2枚目の選手にブロックできるか、うん、それをやるためにまずパスもらったらちょっとワイドにして、ワイドにしちゃったらディフェンスの位置がどんどん低くなるし、これがこの地域の人ほどディフェンスって高い位置保てなくて低くなるから、うん、その時にブロック入ってもらって、こういう時に行って3枚引き出してポスト落とすっていうのが基本で、だからその考え方としては本当にいかにポストの選手が2枚目にブロックしやすくできるかっていう動きを上はやってあげないといけないから、一番大事なのはここでキャッチした時に1回止まること、うん、止まった選手に対してディフェンスで絶対詰めに来ないし、うん、止まってる選手にブロックかけて中に行って3枚目に寄せながらポストパスが来なかったら、うん、まずゼロで入って、クロスステップ、ドリブル、1、2、3で、ポストパス狙いながら、シュート。で、4枚目が来たら、パス。なるほどな。ここで、ここで、ここまではいかない。ねえ、そのあとに強く打ちにいけるんだったら言ってもいいんだけど、はい、ここの止まったときにブロックかけたら2枚目の選手って早めにかわしにくい、まあ、かわしにくいんだけど、それを見ていいふりして、そしたら、早めにかわそうとして、いい時にかわしに来るから、それ見て、これ大事なのは、フリーショットにする、あ、これ入って、ブロック、いい行くふりして、あの、ドリブルしなくてもいいし、いい行くから、2枚目が、こうやって、かわしに行こうとして、その逆につける。これを、この手の時に、ディフェンス見て、このディフェンスの2枚目の選手が、早めにかわしに行くのか、これがもし、例えば、行くの遅い選手だったら、ブロックするのか、それが早めにかわしに行かないというのは、遅く行くんですよ。ということは、ポストの選手がめっちゃブロックしたやつになるから、で、ブロックして、時間を作って、行ってて、ドリブルしちゃうと嬉しい、まずこのこれ止まらずにブロック入ります、入った時に2枚目の動き見て、2枚目が早くかわしていくんだったらいい振りして、はい、でこのアウトが怖くなると2枚目の選手って早くかわしていけないからブロックして、その動作なんで強いブロックかけたら回った時にこのポストの選手がブロックしちゃう。
まあ、最初言ったように、もういかにブロックしやすいかで、3枚目が引っ張ったらすると、3枚目が出てきたらここ。なるほど。で、なんかもう高度なこと言うと、3枚目の近く後ろからかわしにしたときは、こっちの手を出してもらって、そこに。なるほど。下からかわしにしてくれるのは、ここからこうやってカットしに行くから、あ、この手に手を出したら、もうカットしに行くからめちゃめちゃ遠いよ。ここだったらカットできても、この位置でもめちゃめちゃ遠いから、うん、カットできないから、後ろからかわしたら、こう外に出す、うん。これ、チェンジディフェンスの時の基本。なるほど。応用編。次、応用編です。で、今のは、こう一回止まって、こうやってやれるパターンもあるけど、これだったら、まあ、ディフェンスも分かりやすいから、うん、まあ、上手いディフェンスだったらこうされちゃうから、その、先端からパスもらった時に、このキャッチの時にこうブロック入ってもらって、一瞬アウト見せたら、2枚目の選手が怖いから、俺の方を見て、その瞬間にブロック入った瞬間に、うん、切り返す。なるほど。先の一回待って、ゆっくりやったけど、あ、そうすると2枚目からしたら急にブロックかけられるから簡単にはまれるよっていう。ちょっとそれを一回やります。あ、そうそうそう。アウトを狙うと、
ディフェンスがどんどん下がっていく。そうブロックを上げる。これダメです。一番大事なのは常に体がゴールに向ける。